can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the cloud. IFBB ビキニプロ、安嶋玲奈です。よろしくお願いします。早速ではありますが、早速ですね、はい、まあ、5月、はい、私もステージで、はい、多分この距離ぐらいで、あ、本当ですか、みたいなんで結構感動、私も感動したの覚えてる。いやとんでもございません。いやもうやっとって感じでしたね。うん、まあなんだかんだプロクオリファーに行って3年3個経つんでやっと取れました。一番最初にあともう一歩だったみたいなところで、はい、うん、サリアンさんのところ、サリアンちゃんのところ時は私が2番目で上がれなくて、アマチュアオリンピア、その前か、その前にもう一回出ようと思ってたことがあって、その時ちょっといろいろ具合良くなくて一回半分ぐらいまで減量してたんですけど、あのお休みしたんですね。でその後のアマチュアオリンピアはまたすごいちょっと細っちくなってしまって、うん、その時はまあ結果良くなかったんですけど、うん、3年後みんな喜んでくれました。あ、本当ですか、うん、まあ、1個は本当に嬉しい、良かった、ここまで続けてこれて良かったなって気持ちがぶわーって溢れ出したのと、まあ、あとはなんて言ったらいいんだろうな、もうまたここからスタートだって思って、はい、もうみんなどんどんもう次いつ出るのってそればっかり聞いてきますよみんな早い、みんな早いんで、そう、プロおめでとうございます、次いつ出るんですかって聞いてくるんですよ。まだ決まってないよって言ったんですけど、やっぱり、ね、そんだけ期待してくれる人がいてくれて嬉しいですね、うん、まずはすごい筋量をアップさせましたね、うん、ボリュー、なんか前まではなんかその絞らなきゃとか、なんかそういうのがすごい強かったんですけど、まずその筋肉ありきの話だなって思って、ボリュームアップをしばらくずっとしてて、あとはそうだな、本当に細かいところ、もうあのその世界の IFBB のオリンピアに出てるような選手と比べて、でそれでここが足りない、そしたらそこをやる、そういう細かいことばっかりしてましたね、うん、うちの母はすごい喜んでましたなんか写真ちょうだいって言って、なんか写真データをあげたらなんかもうこんな大きくして壁に貼ってるんですよあるある、そう、母親あるある。あとはやっぱり娘がすごい喜んでくれましたね。なんか感化されてトレーニングやってるとか。あ、そう。そう、あのなんか本人もやっぱり、あの本人は空手をやってるので、あのすごい1位取りたいって、ママみたいに1位取りたいって頑張るって言ってやってるんですけど、その時にどうやったらパンチって速くなるのとか聞いてくるんですよ。そしたらあの、まあ、筋トレした方がいいよって教えて、なんか今家にいろいろグッズがあるんですけど、こういうの教えてって言われて。家でバーだけでベンチプレスを教えさせられましたよこの間そうまず一番はみんなの前でデビューしたい。そうそうですね、でこの間の8月でも良かったんですけど、やっぱり今しばらく減量しててちょっと疲れてちゃってたんで、まあ、そこは一回見送って、またね11月しかも3日間ってすごい大きいイベント開催してくださってね、まあ幸いなことに渋谷、あそこの会場なのでみんなもすごいたくさんの方が来てくれるって言ってくださってね、そこで出れたらいいなと思って。出るからには、うん、この目標で言うと出るからには1狙いますよいないです、あの今までってまあこういう風な体、見本の体みたいなのがあって、そこに近づかなきゃっていうすごいあれがあったんだけれども、なんかここまで来たら、まあ、もちろん IFBB のプロなんでみんなすごいレベル高いじゃないですか。そこで戦った時にみんなもちろん背も違うし、なんか体格とか筋肉のつき方も違う中で、見本とかじゃないんじゃないかと思い始めて、うん、でなった時に自分が一番好きなビキニの体で出たいなって思ったんですよ。もう一番はプレゼンテーション、最初一人で出てくるところですね、うん、今までってやっぱり普通の比較審査とかリージョナルとかだと、もうやることってもう本当にベースが決まってて、フロントバックフロントっていうのを正確にやる、一番自分の体が綺麗に見えるようにやるっていうのが大前提だったんだけれども、
そこから今度一歩進んで、あのプロショーなんで、ショーなんで見てる人が、あ、さすがレナさんだねみたいな、見ててワクワクするねみたいな、そういう表現ができたのかって。そうですね、やっぱりこうやってやっぱ審査員とアイコンタクトじゃないけど、私を見てくださいっていうのをやっぱ相当強く出ちゃってるんでしょうね。そんな出してるつもりないんですけど、うん、そう、やっぱ凝ってくれてると出る側としてはすごい嬉しいですよね。やっぱりその選手が一番綺麗に見えるように、そのステージに立った時に例えば照明とか音響とかすごいこだわってくれてるだろうし、でその中で、ね、たった一人でステージに出てきて、うん、全員が自分のことを見てくれるってなかなかないじゃないですか。それがね、楽しみですね。緊張とかないですか？今のところ緊張まだないです。うん、本来しやすいタイプですか、緊張、その大会前とか。緊張はあんまりしないのかな、うん、しないと自分で思ってたいです。でも多分あのうちのコーチに聞くとあれだけど、多分試合の前は多分だいぶナーバスになってることもあるのかな、自分じゃ分からないですけどね。今オリンピアウィークじゃないですか、やっぱり出たくなっちゃいますよね。そう、なんか今まではその私なんかがオリンピアとか出れるはずがないみたいなで思ってたんですよ。でもなんかここまで来たらなんか頑張れば出れるんじゃないかと思って、いつかね、うん、特に何かがすごい変わったことはなくて、うん、相変わらずですね。でしかも私がやることも変わらないので、うん、まあただなんかさらに今まで以上に自覚を持ってトレーニングするようになりました。どういう自覚ですか？なんかもう仕事以外の時は、まあ、5月のプロカル取ってから仕事以外の時はもうほぼトレーニングとこのビキニっていう競技に全振りしてきてるなって思います。部分的に言ったら前もフィードバックでいただいたんですけれど もう中殿、うん、をだいぶ強化してますね。なんか今まではそのまあインスタとか YouTube の中でしか見たことない、本当もうテレビの中の世界じゃないけれど もう全然自分とは関わりない世界、なんかすごいなみたいな、夢のそのまた夢みたいな感じだったんだけれども、ジャパンプロでもしかったら来年出れるわけじゃないですか、うん、っていう風なすごい現実味が出てきちゃって、うん、まあすごいありきたりなんだけれども、やったらやった分だけ自分に返ってくるところ、うん、まあ、筋肉にしてもそうだし、やっぱり筋トレとかって大変じゃないですか。で大変なことをやっぱりあのちゃんとできたっていう自信も日々増えていくし、よく言う、私もよく言うんだけれども、続けることが一番の近道であると思っていて、私も7年前あのトレーニングを始めた時はただのひょろひょろの普通の人みたいな、うん、まあ、ちゃんと勉強してこの7年間もほぼ週5、週6でずっとトレーニングして続けてきたことが一番重要だと思ってるんですね。だから私にはできないんじゃないかとかそういうことは一切思わずに、もう日々一つ一つこなしていく、あとは目標を見失わない、ブレないところ、それが一番大事なところだと思ってます。そうだな、プロデビュー戦は人生で1回なので、もうここでいい結果取って応援してくださる皆さんのためにまた頑張ります。ジャパンプロってあれやるじゃないですか、チャンピオンベルト。ああ、東京プロから、まあ、そこも結構ね、ああこれが出てくるんですね。去年サリアンさんが、ああそうです、知ってましたね。あれを巻いてほしいですね。ああやりたいですね。うん、これね、ちょっとあのまたあのその
これベルト巻く練習してとかしなきゃいけないんですよ。しといてくださいね。巻く可能性大丈夫。そう、前の時もカードをこうやって上げる練習してたんで、今度巻く練習しないといけない。11月26日、ジャパンプロが開催されます。私はビキニに出場します。会場に来られない方はライブ配信もいたしますので、ぜひチケットの購入をよろしくお願いします。頑張ります。